はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、八尾市警官発砲射殺事件のがですね、えー、威嚇射撃なしで射殺されてるような感じなんじゃないのかなっていうところで、まあ、えー、あれどうなるんだろう。まあ、こ、こんな感じでやってみようかなと思うんですけど、えー、割とですね、日本の警察官はですね、あのー、 撃っちゃダメだよ。撃っちゃダメだよって言われてるような気がするんですけど、今回ですね、あっさりあの射殺してるんですね。えー、で、うーん、多分ですね、そうですね、こんな感じで、あのー、出てきなさいみたいな感じで、こう、両脇からですね、えー、犯人の方を、犯人、まあ、よ容疑者をですね、えー、車の両サイドから挟んで、 説得をするんですけど、えー、ちょっとね、タイミングがわかんないですけど、撃ってから犯人が逃げたのか、犯人が逃げようとしたから撃ったのかわかんないんですけど、えー、警官に突進しながらですね、撃っちゃわ。警官に突進しながら逃走してるわけじゃないんですね。で、そうですね、うん、えー そうですね。で、えっ、ー、と、右側の警察官がですね、2発、左側の警察官が2発撃ってるんですね。で、えー、そうですね。うん、犯人の方はですね、よいよいよ、犯人の方はまあ、えー、右肩とですね、右脇腹を撃たれてるんで、えー、右側の警察官は2発しか撃ってないんで、右側の警察官は威嚇射撃なしで撃ってるんですね。 で、左側の警察官は、えー、一発、どこかですね、うーん、撃った後、えー、その、拳銃をですね、あの、ホルダーにしまう瞬間に、あの、暴発させて、いるっていう話なので、そこで一発撃ってて、するんですね。で、えっと、今回ですね、あのー、どうだろう。 すごい音でですね、パンパンパンという音がしたっていうお話があるんですね。あの、えっ、ー、と、まあ、ま、拳銃の発砲音なんで、拳銃の発砲音を聞いてですね、あの、なんかものすごいことが起きてるっていうことで、えー、ドタ,ドタドタドタドってできてですね、えー、何事かみたいな感じ、 の近所の方がですね、ゾロ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 出てきてるんですけど、えっと、パンパンパンなんですね。えっ、ー、と、ちょっと動画では流さないですけど、その近所の方はですね、ものすごい音でパンパンパンとですね、散発になったっていうことを言うんですね。でうん、右の方がですね、2発撃ってるんですね。で、左の方が1発ですね、これが、えー、威嚇射撃になるとしてもですね、 あの、パンパンパンって撃ってるんですね。パーンパパーンとかですね。そういう感じじゃなくて、パンパンパンと撃ってるんですね。なんで、こう、威嚇射撃なしでですね、えー、割と至近距離からですね、射殺してるっていうことで、あのー、そうですね、まあ、殺意のようなものもやもちろん感じますし、ちょっとですね、か,もかなり強引な、 その、威嚇射撃があったとしてもですね、一発撃ってですね、あのー、わかった、わかったから、あのー、なんていうんですかね、観念したから車から出るわっていう、うことのですね、判断をさせるような瞬間もないんで、威嚇射撃になってないんですね。まあ、威嚇射撃しなきゃいけないとか、そういう話も、えー、あるのかないのかわかんないですけどね。 わかんないですけど、こう、もう、そうですね、殺しやるっていうような感じの、勢いでですね、さっき、さっきの、さっき撮ったんですけど、か、あの、そうですね、えー、こんな状態でですね、あの、車のすぐ横からですね、発砲してる可能性があるんで、こんなところからですね、 あの、右肩とか右、右脇腹とかですね、あの、大事な内臓とかがあるようなところをですね、撃たれたらですね、死んじゃう可能性はかなり高いんですね。で、えっ、ー、と、そんな感じのことを警察官がやっちゃってるんで、あ、まあいいや、ちょっと話がぶれちゃうな。だけど、まあ今回、まあ、威嚇射撃のお話なんですけど、おそらくですね、あの、さっきも見せましたけど、えー、パンパンパンとですね、 パンパンパンと音がな、なってるってことで、威嚇射撃はですね、まあ、今回おそらくなかったんだよってことで、いいんじゃないかと思うんですけど、まあ、えっ、ー、とね、パトカーにドライブレコーダーがあるはずなんで、もう、えー、公開するような感じでですね、流れを作った方が、いいんじゃないかと思うんですけどね、その、警察、警察の方もですね、いや、あのー、 痛くもない腹を探られるとかですね。そういうのも嫌でしょうし、するんでね。まあ、どんな状況での発砲があったのかですね。うん、まあまあ、まあそうか。これね。ああ、そうか。よくないな。犯人の方がですね、絶命されちゃってるんで、その、うんえー、っとねグ、グロ映像みたいな感じの扱いになっちゃうんで、テレビとかで流せないんですね。 ああ、まずいな。これね、大阪府警はドライブレコーダーの映像をですね、公開した方がいいような気がするんですけどね。まあ、はい。まあ、今回、まあ、えー、まとめるとですね、えー、かなり高い可能性でですね、威嚇射撃なしで射殺されてますよ、ということで。はい。今回まとめとなりました。はい、じゃあ、今回以上です。